180センチ、80キロ、高瀬大樹。赤コーナー175センチ、82キロ、井上ネオブラックトーナメント1回戦第2試合、横浜道場井上久久対和術研修会東京本部高瀬大樹の一戦です。高瀬さん、はい、やっぱり箕輪選手も緊張しているようですね。そうですね、いやでも箕輪はいつもこんな感じでいながらも、試合ではかなりパワフルに動きもあるんで、あんまり硬さは気にはならないと思うんですけど。そうですか、はい。まあ、一方あの和術研修会の高瀬選手なんですが、はい、もう2週間前ですね、UC でジェレミー・ホンと戦ってかなりやられたようですね、はい、みたいですね。まあ、あの傷のところがどれぐらいになっているのか、6針ぐらい塗ったらしいですね、深さ自体もかなり深いのは深いらしいんですよ。あ、です、まあ、しかし箕輪の足にはレガースありませんしね、はい、蹴りは、まあ、蹴りは禁止ですけど、そうです、手は一緒ですからね、あ、やはり勝負できました両選手。右の初手が入っています。箕輪、赤瀬も出していく、しっかり箕輪も差し返しています。一応差している。やっぱりこれ上としてもあるんですね。ちょっと力的には箕輪のこの辺の差し合いっていうのを得意にしてるんで。そうですか、うん、バランス自体がいいんでしょうね、力というよりは。そうですね、この辺で人を操るコツっていうのを少し覚えてます。さあ、切りに倒していったね。今の差し合いに勝って、そしてテイクダウンというのはいい立ち上がりですよね。そうですね。そして高瀬の左腕には切る、殺すと書いてありますね。例えば入っています。まあ、これを高瀬選手はかなりそのお客さんにもこうアピールしたりとか、手打てしい態度は取ってるんですけども、はい、高瀬選手どういう風に受け取ってますか。いや、まあ、それがちゃんとあの結果につながっていくんであれば、まあ、そういうふてぶつしさっても構わないから、ちゃんと結果は出してほしいですね。そうですね、これ自分に対するひょっとしたらプレッシャーみたいなものもあるんですね。さあ、ここは下からもアームロックを狙っていきます。高瀬強引に腕に絡んでいきます。あ、戻しましたね。あ、そのまま持ち上げています。箕輪すごいですね。面白いですね。この形っていうのもちょっと珍しいですね。これで長く続くっていうのが、はい、さあ、箕輪が外していきました。頂点入れる。あの、かなり研修会ってポジション取りすごい上手いですから、こういうところでもやっぱあのすぐにポジションは絶対に相手のいいように飛ばせないようにしてますね。あ、なるほど。ちょっと体を立てるというか横に寝かすみたいな形っていうのは、これはディフェンスの一つなんですか。あの、ここから相手の上に乗るときに、あの、横に出ながら今みたいな感じですね。ああ、ふうに前に出ていくんですけれど、上体を入れていく箕輪は下の位置で絶対止まってないですからね。そうですね、箕輪もやっぱりまずガードを外して、しかしまたクロスガードも深くなっています。すぐ相手動いてくるんで、次の攻撃動けないですね。なるほど。あ、足元に入ってきます。鼻のあたり捉えました。この研修会の選手ってスタミナもすごいですからね。でもスタミナでは箕輪も全然あの負けてないですからね、まあ、これ同じ寝技といっても箕輪選手はどうなんでしょう、抑え込む感じなんですかね。いや、あの、とにかくガード外してポジションを移動したいんだと思うんですけれども。なるほど。ショート入れていく、張り切りのショート。ちょっと高瀬がこれを嫌うように左手でガードしています。あ、これまだ箕輪がしっかり小手打ちながらも外そうとしていますね、はい、さあ、これは密着させます。この小手を嫌っているんでしょうか高瀬。これは外していく。あ、ランパス入ってきます。あ、この簡単で入った。この小手を嫌って自分の体を半身にしています。しかしそこにいいポイントを見つけて小手を出していくのは箕輪。
簡単に外させてくれませんね。そうですね。しかしカウンターではなんとかこの後楽園ホールに小艇の音が響き渡っています。今もガードを外させようと試みるんですが、すると高瀬が体を起こしてきます。あ、これもカウンター。あのテープが剥がれましたね、目に貼っていた。あ、そうですね、うん、井上君経過4分。これまた再出血の可能性が大きくなってしまいますね。まあ、三輪でも傷口っていう意識はそんなにないでしょうかね。はい、美濃は自体が傷口狙うっていう感覚はないですよね。それでもし例えば血が出てしまったがために試合がストップとなるとちょっと美濃も悔しいでしょうから。あ、なるほど。逆に消化不良ですよね、はい。さあ、なんとか小手を出していきます美濃は。それはこのガードを外すための小手です。しかし高瀬のディフェンスも非常に硬い。もう一つ入れていく。これもカウンター。いや、高瀬はひるまないですね、あれだけもらっても。この体勢で攻撃を仕掛けるのは箕輪なんですが、ゴールに入っていません。ここで本戦10分の半分、5分になりました。ここでレフリーのブレイクです。これ靴の首ですね、紐ですね。これやっぱりまた一つスタンドが注目になりますね。そうですね。まあ、最初のファーストコンタクトは綺麗にタックル奪ったのは箕輪だったんですが、はい、高瀬もそうさせないでしょうね、2回目は。まあ、でもあんまり研修会の選手はなんていうんですかね、スタンドでのレスリング攻防っていうのは気にしてないと思うんで、同じ下になってもガードポジションから奪えばポジション入れ替えられる技術だと思って。さあ、引いたく、相手ミスが決まる。横回れ、これいいポジション取りました、ミノワ。これいいポジションですね。スピサー固めのような体勢になっています。さあ、ここから仕掛けていくんでしょうか、ミノワ。この研修会の選手はこうスイープですか、下からこう抜けるテクニックというのも高いですもんね。ああ、小手入る。これブレイクじゃないですか。あ、そうですね、出そうですね。ああ、さあ、足からセットに行きました。明けにいってるのは美濃は、これを嫌って膝を曲げようと体を近づけようとしている高瀬です。いけるよ。差し首のまま足首固めに行く。足締めろ。さあ、その締め上げる自分が右足を使ってこの強点の高瀬。しかしボールに絞り上げる。あっ、蹴る。これ下からはグラウンドではそうです、ね、ダメですよね。それともちょっともったいなかったですね。ですね。あ、足壊れました、ね、あ、そうですか。相当我慢してたんでしょうかね、今も、はい、決まりかかってましたか。かなりいい形だったんで、よくギブアップしないなと思ってた。ただいまグラブの状態で高橋選手が蹴りを行ったためイエローカードが出されました。さあ、これはファンの人にはお待たせしましたって言っていいんでしょうかね。イエローカードが高橋選手には、高橋選手らしい、まあ、いや、でもあれは本当に知らなかったみたいですね。あ、そうですか、はい、再開します。まあ、もちろん試合になったらやはり出してくれてますね、高瀬選手も。小手で入っていく。あ、ワンツースリー。ちょっと高瀬が高瀬に転がっている。しかし返していく高瀬。ですね。スタンドでは完全にペースを握りました、箕輪。そしてこの低い体勢になっています。コーナーに押し付けているのは高瀬大樹。高瀬はちょっと一瞬崩れかけるかなと思いましたけどね。あれはもしかしたら、まあ、普段の歩き方とかもあんな感じになるけど、あんまりダメなかもしれないです。さあ、倒していった。今度は高瀬が高瀬を取れるか。バランスが強いですね。こっちです。そうね。さあ、完全にトップポジションを形成しました。先ほどは上のポジションでしたけれども、ガードをされていました。初めてのトップポジションです。さあ、仕掛けていく箕輪。この辺りの柔らかい体を使っていく高瀬。高瀬の体の後ろで足をクロスするような動きを見せます、箕輪。さあ、腕軸か。狙えよ、箕輪。かなり両選手とも息が激しくなっています。
さあ先ほどなんとか焦点は打っていったんですが、ここでひるまなかったのが高瀬です。見直したものが衝撃いくでしょうか。なるほど、これで腕が伸びれば三角締めが決まります。そうですね、いやでも自分の足をつけた首ですね。そのまま絞り上げられます。ただいまの試合7分59秒三角決めで井上美咲選手の勝利。会場からすごい声援だ。ただいまの試合結果により井上美咲選手の準決勝第1試合への進出が決定し、ナイトタイム準決勝第1試合は井上美咲選手対渡辺大輔選手を決定いたしました。ただいまの試合は7分59秒3角決めで井上美咲選手の勝利でした。やっぱ一つ抜けてるって感じですね。